テラトマツラジオ塩派寺本ですタレ派松本ですいやー寺本さん俺も塩が良かったなそれえ逆にするいやいやあれでしょ炭症の話でしょ炭症の話です炭症の話でしょ<の>いやいいじゃないですかタレで炭症なんだねん <laughs> 塩言うてるしね いきなり行くってやっぱ最初単勝よね普通うんまずは単勝ですよね、うん、ちゃんじゃ行って単勝ですよね<や>ちゃんじゃ先行く <laughs> <laughs> いや待ち時間ピいマン、ね、ああまあね、うん、そうねあ,あの厚切りとさ薄切りってあるじゃん単、うん、なん。うっ、ん、てどっちがいい厚切りですよねそう薄切りとか頼むやつ <laughs> マズオさん、言い過ぎです。言い過ぎです。なんでマズオさんに過ぎるのっていう。やっぱね、僕はもう仙台にかぶれてますから。え、何にかぶれてる仙台に。仙台にかぶれてる。真っすぎるじゃないど。ふわふわじゃないですか。あれ、そういう話じゃなくて、これ。これ、そっちやったっけ何のタレと塩なの野球鳥じゃないですか。んもう一回言って。野球鳥。野球鳥うん。なんすか、野球鳥。ちょっと違うんすか、野球鳥とは。なんやったっけなんか、うん。あれですよ。 はい。野球鳥は、塩派ですかタレ派ですかっていうのがあるんですよ。んそういうのがあるのあるんですよ。どの辺に説明していただきましょう。そうですか。はい。本日のゲスト。ゲスト。長久ゆきさんです。イエーイ。イエーイ。よろしくお願いします。ちょっと待って。違います。タイトルちゃいます。あ、違うほんと野球鳥は、塩ですかタレですか 歯はいいらないんですす<ー>歯はすいませも関西弁なんですけど、うん、ちょっと田舎の周りなんで、うん、その関西弁になってるのかちょっと不安になるんですけど「うん、焼き取鳥は塩ですかタレですか?」は関西弁ですかこれ。 合合合っっってててるるよすまかた地域性はちょっと違う関西言うてるからな広いんですよ関西だから私が関西弁ですって言っても違う地域の関西の方やったら関西弁ちゃうよそれって言われてまう気がして関西弁やね関西弁ほんまですかよかった寺本さんは大阪弁で僕京都弁ですけどあ私でも京都に近い兵庫山越えたら京都なんでちょっとはんなりも入ってるんですよ

兵庫って自信を持って言いますじゃ今度からはいや全然うん兵庫側やと思いますよ兵庫県出身の長久幸さんっていうそうですねよろしくお願いいたしますで何ですかさっきの焼き鳥これはですね私がはい違うところなんですけど温泉さんというところでやらせていただいてるはいる長久幸の焼き鳥は塩ですか誰ですかっていう番組をラジオ番組をすげえじゃん冠冠ですよ冠すげえじゃんえソロでしょ ソロ。ですよね。ほんま。学習水曜日配信で。ええ、本当に焼き鳥食べに行くの。えっとですね。何回か、えっと、出前じゃないけど、買ってきてもらって。焼き鳥を。それを食べたことはあります。あと、お酒飲んで放送したりとか。酒飲んで放送してる。なんか、そんな人いましたよね、僕らの。え知り合いに。も誰。先週ぐらいにね。ちょっと、やったんですけどね。あら。そうなんですよ。あの、沖縄市の落語。 ラされてないんですか、えー、あのーそんなのあったちょっとね、うん、内容が過激すぎて <laughs> <laughs> あのね <laughs> 飲んだせいでね、うん、ちょっとこれもうめちゃめちゃおもろいんですよそうなんですよ、ね、めちゃめちゃおもろいんですけど、うん、ちょっといろんな人が困る内容す <laughs> そうねそ、うんなにめっちゃ気になる ちょっと悪口言い過ぎだねそうねいろんな人がいろんなところの悪口言いまくってるからめちゃめちゃ面白かったけどちょっとそれはもう一度やろうという感じになりましたね僕らの品にもかかわらずそうですねあまりああいう言葉遣いよろしくないんじゃないかすか。ちなみに長久さんの右隣にある「白」っていう焼酎をだいぶお飲みになってましたこれめちゃくちゃ減ってますけどめっちゃ減ってるねあれ1日であんだけ消費してる嘘で割を あの柳家福吉という落語家がね「緊張してきたもっちゃんあのこれ飲んでいい?」って言って「え本当に飲みながらやんの?」って「うん」って言うから松本さんが氷入れて「ロックでしかもロックでおいしいけどお水もちょうだい」って言ってそうそうそう。 あ何のあてにもなくねあてもなくそれだけ飲んで酒とばとかそういうのもなくなくもうつまみは悪口っていうちょっと放送に耐える感じではなかったんでそれさすがにちょっとあかんんなんか出てきましたねいやちょうどお酒の話が出たんであのこういうお便りが来てましてラジオネーム「まにまにだんごさん」からおおありがとう。 えー、寺本さん松本さんそしてゲストの楽器さんこんにちはこんにちは、えー、楽器さん寺松ラジオへのゲスト出演おめでとうございます,います早速ですが質問です、うん、楽器さんはお酒を飲まれるのがお好きですよね、うん、えー、酒豪という疑惑もありますが、うん、お気に入りのお酒や、うん <laughs> 好きな飲み方まだまだここでしか言えないお酒での失敗エピソードなどありましたらぜひお聞かせくださいこれはいい質問ですねお気に行かないでお気に行かないでお気に行かないでねお気に行がないでね私ね本当に主語なのか失敗エピソードがそんなになくて一個しかないんですよでもその一個をラジオで話しちゃってここでしか言えない失敗っていうのがあなくてこの前もう さんにお誘いいただいてとある居酒屋さん青人気付けの居酒屋さんに行ったじゃないですかああ行ったねあれも私多分8号ぐらい飲んでましたよね8号あでもそうねあの時結構飲んだかなちょっと待って日本酒日本酒8号めちゃくちゃ美味しくてそれも一生なくなりかねってことですよねでも別のさあろもういろいろ飲ませていう 久々のしかもその、うん、なんだろうお酒解禁やったんですよていうかめちゃくちゃ美味しくて、うん、あれ食べ物もあ,ったから、ね、あれっもう食べ物お刺身も美味しかったし、うん、ちょっと待ってくださいそれ普段から飲んでるんですかそんなに <laughs> でもね普段は実はそんなに飲まなくて、うん、なんでかというと寂しいから <laughs> 寂しいから飲むんじゃなくて寂しいから飲まない家,家ではなんかほんそんなに飲まないいいですねあの健全な酒飲みか、ね、健全ですね お父さんがたまにうちに来て一緒に過ごすんですけどお父さんが来る時はなるほど、うん、結構一緒に飲んだりするんでなんか結構ファンの人とかもお酒 <laughs> くれるんですよ<ー>好きだから4号と言って差し支えないアイテムなんですよほんとですかそれ8号って結構でも全然大丈夫でした千鳥足にもならず、うん、記憶もなくなってなくて これは失敗とはえんどういすもなるほど失敗なんてないってことですね失敗なんてないさだからこ個しかないいやどうだろう梅酒かななんかちょっとさ私梅が好きであ果実酒が好きいや梅酒系が好き梅あ果実酒全部好きですけど一番好きなの梅かなって感じですね 梅もすごい種類いっぱいあるじゃないですか紅茶系の梅酒もあったりあとなんやろ黒糖梅酒もあったりとかあとウイスキーとかで割った作った梅酒とかも飲んだりとかいろんな種類があって結構好きかも寺本さんなんかどういう酒が好きなんですか僕はもう常にビールですねほんまねビール以外飲んでるのほとんどいないえーそんなにあでも確かにそうかも前の時も違うんですよ うち、親父がずっとキリンビールだったそうねもう洗脳されてるんですよ本当んとにさっきはビールだとさっきはビールだとビールから変えずっていうのもありだもう最近はねその飲む量自体もちょっと減ってきてますけどでもずっとビールの方がなんか体、体調はいいかなってねもう体がそういう作りだっていう感じまあ焼酎も飲みますけどねでも確かにあれも空いてなかったしね あの例の八割飲んだやつも空いてなかったしでどんどん溜まっていってるからそうだね飲む気配はないねあの横が日本酒であの横は泡盛ですね泡盛泡盛うわ三十度って感じてありますけどごい下田そうだ買ってくればよかったえ松本さんは僕ほとんど飲まないですほとんど飲まないですね体質的にえっといや ああのー、まあ、体質的なものもあると思います飲むとすぐ眠くなるっていうのもあるんですけど<ー>あのー、なんでしょうねやっぱちょっと路列が回らなくなるんですよねこれはこんなに聞きやすい言葉なのにすごいですよ本当に何言ってるか途中でわからなくなるんでほら、ね、<え>お君の俺もなれよってすぐなんで 2>, <嘘>、はい、2>, 2人で飲まないですか あんまり俺は控えめに飲みます。あらそうなんや。じゃあ、ロレツが回る程度に飲むぐらい。そうですね、必ずチェイサーを置きますね。ああ、すごいでも、たまのいい飲み方かもしれない。そうね、なんかナレーションやり始めてからさ、もう必ず毎週決まった時間に決まった鳥があるわけじゃない。はい。だんだんアスリ人っぽくなってくるよね。あ朝はそうかもね。俺、レギュラー夜やから。ああ、そうだよね。ない。 まあ僕もそ,そこまでいやーなんかねー、うん、このもしかしたら長くもそうかもしれないけど、うんうん、あもう朝が怖いですよ。それ <laughs> 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 本当に朝中の現場はめちゃくちゃ怖いです。そうだよね。目覚ましの前に起きたりしますもう恐怖で、あー,はーってなって。それすごい体に悪いので実際。<laughs> うん、体に悪いことをしてるから早死にしますよねきっと <laughs> この職業してるとおお笑いねお<笑>,笑いねほんとかんない自律神経がそれで刺激を受けてちゃ割とちゃんとした人生の、うん、リズムかな本当になる、うんだなるほどやっぱある程度の刺激っているからねまあね、うん、でこれだけ飲めるポテンシャルのある人がね、うん うん明日の朝気にしてあんまり飲めないって関するそうですねだから休みの前の日はもうめちゃくちゃ思いっきり飲むっていう浴びるほど飲む浴びるほど飲める浴びるほど山田孝之さん的な浴びるほどいいです八丈島万の大工さんと飲む赤羽ではしご酒しますかいいですねいいですねあのドラマは本当かどうかわかんないですよそうですねそうか失敗のエピソードとかないの 俺、うん、えあるよ全然許容量を超えて飲んだ時は、うん、あのー、まあ若かりし頃ですけど、うん、飲んでで簡単にまあ抜けるだろうと思ってた時期、うん、そのまま仕事行って、うん、まあ極ピーに「まずくん飲んでるね」っつってえー、バレたバレて腹パン食らった頃だよえー、腹 <laughs> それはあのピーですかあのピーですねやいすごいあのピーはやりそうですあのピーはほんまにまあでも飲んだ方が悪いからまあそうね今もそんな世界なんですかもうあの半笑いで半笑いで君飲んでるね次飲んできたら君逆さにするからねすげーなかなかねまあ僕らの時代はそういうのがねあの残ってましたよ 突っ張ってますね。突っ張ってのは。多分ね、それがニュートラルなんだニュートラルがそれなんですね。僕も受け入れてたもんね。それはそうやなと思って。ああ。ハパンか。すごいパワーワードが今残りました。なんか、パワハラとかそういうなんじゃ。なくて高校の部活乗りですよ。僕からすれば。生活指導ですね。 生活指導の先生、我が生徒に腹パンは難しいじゃん今はもう、今はね、今はダメでしょえ勉強になります、ちょっと腹パンされないようにちょっと、飲んでも飲まれるな、感を君噛んだらもう一発やでって言われてあー、怖いじゃっと、フリにも聞こえるよね確かにちょっと待ってる、デレクターさんいたですね面白いなねーさあ、続いてのお便りですか じゃ、これ行きましょうかね。はい。はい、えー。ラジオネーム。エレガントナノマシンさん。あ、ありがとうございます。から、いただいてます。はい。いええー、寺本さん、松本さん、そしてゲストの長久さん、こんにちは。こんにちは。長、えー、久さんといえば、自身がパーソナリティをしている番組で、はがき職人を目指すコーナーをしており。はがき職人を目指すコーナー。長久さんが、毎回ペンネームを変えて、<laughs> 声優さんのラジオ番組に。 ガチで投稿しその結果に一喜一憂してます、うん、マジマジ <laughs> 面白いねやんこの企画へえそうなん実際に他の番組で長くさんのメールが採用されてると長く半端ないってと思っている僕がいるのですがやったぁ寺と松のお二人はラジオ番組のメール投稿に関するエピソードまたラジオ番組でメールが読まれるためのコツやアドバイスって何かあったりしますか教えてほいすっげえピンポイント中のピンポイントがわきわきがきましたね <laughs> <laughs> めっちゃラジオ好きなんですよ、ねうん、そうですね、うん すごい造形が半端ないですね。え、二、うん、人はラジオで育ちました？僕は育ってないんですよ。私もそう。あ、僕は思いっきりラジオで育ちました、ね。じゃあハガキ職人っていうか。ハガキ職人ですよ。えーうん、もうだって毎月一日に僕ハガキ百枚買って書いてる、えー。すごいんですよ。中学生でしたから。<laughs> もうラジオに対する愛と造形はね、ちょっと尋常じゃないんですよね。尋常じゃない、半端ないって。それこそ。本当？あのうん、なんでなんで慣れたやってんの？ <laughs> お前、やいや<あ>今でこそラジ,ラジオパーソナリティーいやだってラジオの仕事もあると思ってたんですよあ<ー>でもどっちかっていうとさ<ー>この業界なんていうの,あの声優としてのうん、うん、だこのアニメのこの役やってる声優さんがこういう。 企画でラジオやりますよみたいなこうストリームがすごい強いじゃないですか。あ,ねそうね、あくまで役者としてのその次にあるものってそうんうん。そう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 。そう作品を盛り上げるためのものっていう。うん、そう。あそっか。ラジオだけってことは相当難しいんだなと思いましたね。うん、僕らの確かに僕らの毛色から行くのは相当ちょっと異色な感じなんだと思います、ね。そうですね。これは企画ですからね、うん、僕らがやってるラジオ。 やれるツールも揃ってきてなんかやりなあの持ち出しもそんなかからずにできるならやりたいよねって言ってまあ僕らも始めたそうだねただまぁあなたはがき職人としても一流じゃないですかほんまですよ教えてくださいよ読まれてきた実績の数々ちょっと教えてあげてください読まれてきた数のあ確かに教えてほしいどう言えばいいの どう言えばいいって結構あるじゃないですかほらありますねあの送って生産さんに送ったこともあるしそう僕そう林原さんの番組林原めぐみさんの番組とかは結構書かしてもらっててそんな量は書いてないんですけど書いたら2枚に1枚ぐらい読んでくれはってたんですそれってすごいことあるんですか <laughs> すごいで多く読まれてもせいぜい7枚ぐらいみたいなところで<ー>でも僕2枚に1枚ぐらい読まれてたからは<ー>ほんまに2,000枚も来てんのか <laughs> みたいな逆にねいや絶対来てますよ<う>うんな選ばれるコツってありました当時あでもはがきの時代だからこそやってた工夫っていうのは結構あります。なるほど あの周りに蛍光ペンで縁を描くとかもああやったやった全部縁をやると<ー>あの面倒くさいじゃない毎回でそれだと手間がかかるから左下だけ三角形に表裏塗るみたいな<ー><ー>パンパンってやった時にどっか角がその色になるじゃないですか、はい、はがきそろった時にで塗る塗る普通の黄色とかだとあの白に紛れちゃうから 赤系の濃いしかも他の人が使わないような色で僕ですよっていうサインをそこに入れてピンクとかじゃないんだよりもちょっと濃いめの赤みたいなうわたぶこの色使わないだろうなみんなっていう色にしとくんですよへで名前とか住所あとペンネーム書く位置は絶対右下で統一とかなんでですかああののってき見たに全部 郵便番号の位置とか決まってるから、はい、あのそれで揃えた時にパッて見た時に絶対そこが決まってたら、うん、ああいつ書いてるかなみたいな感じで探してくれるはあなるほど<あ>はがきをくるときにそう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 <ー>パーって並べるときに、うん、あ,ああよく書いてくれてる人だなっていつもそこにあるっていう形を取るんですよ、うん、なるほど。うん け裏技すぎる、うん、<laughs> もはやちょっと営業マンみたいな、ね、<笑><笑>確かに <laughs> <laughs> すごいなでも、まあ、要は気遣いでもあるわけですよそうですね,ねいつも一緒だと、うん、あの読む方もこうこうこうってわかるじゃないですかうんうんうん、うんうん、えじゃあでも最近はやっぱ主流は投稿フォームからメールで送るシステムなんですよメールで採用されるってなった時にと どういう風にしたらいいのかというのがな,うのなるほど。これは熟練者はどうするのか。僕、そうですね。メールでこの間あのー、アーティストのユきさんにメールを送って採用されたんですけど、はい、すごい。あの元ジリマリの。うん、その時もそうでしたけど、メールの場合はネタとかこうお便りとかメッセージ書くじゃないですか。はい。で名前添えるじゃないですか。うん、あの追伸で。 あの時のあの回めっちゃ面白かったですとか、あのなるほど、ねね、スタッフの皆さんも、うん、あのこの季節日々気温が激しいのでお体ご自愛ください。<laughs> なるほどですね。もはや社会人っぽいですよね。<laughs> 素晴らしいですよね。涼し<身>、うん、あなるほどね。そう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 。そういうのを入れておくと、うん、なんかあれじゃない。うん、狙ってたとしても嫌な気分はしない気がしますか。確かにね。もちろんそうですね。 すすごいでねそういうところに「あのちゃんと聞いてますよ」が入ってたら「あの時のあの回めっちゃ面白かったです」とか「あの企画良かったんでもう一回やってください」って言うと「あ本当に聞いてくれてんだな」の具体的メッセージが残るじゃないですか。っていうものを自分が作りてたやったとしたらそういうのも嬉しいから確かにそういうのを。 入れていくちょっとてなさんこれ以上話すと僕らのラジオの企業秘密までしゃべりそうなので今度からもうテロとマラジオのメール全部そればかりになりますよこの回面白かったとかあとあの投稿する方がこの人に送りづらくなるこんな時くれるんだ確かにちょっと ねえすごすぎましたね今のねいやーすごいちょっと、うん、今技をもらいましたでも<私>中学生高校生の頃からずっと林間さんのラジオを聞いて育ってるから、うん、この世界入ってくるってなった時に、うん、いつか林間さんと一緒にお仕事できるようにその頃はもうラジオも、うん、あのー ラジコがなかかったら AM 神戸ベースだから東京来たら聞けないってなってすごいもう便箋に10枚ぐらいお手紙送ったらもう2年目ぐらいに現場でお会いしてすごいなその時にラジオネーム言ったら「え!」ってなってラジさんが覚えてくださってたかよく来たねって向こうからもう手出して握手してくれてうわ なんかサクセスストーリーみたいなもん運命ですねそういうのはでも嬉しかったですねなかなかでもこういう話って聞かないんですよねみんな言わないだけかもしれないけどあえて嬉しかったみたいな意外とあるんじゃないのあるところではそうかなるほど。長くはなんかあるなんか今聞いてって思ったんですけど今って結構私もそうなんですけどお渡し会であったり握手会であったりファンの人とあなんだろう。 身近なな存在じゃないけど、うん、結構会えたりするんですよせやからこう寺本さんみたいにラジオ聴いててもうお声で、うん、それでやっと会えたっていう感動からちょっと今時代が違うのかなってか <laughs>、ね、会えちゃうから <laughs> そうかイベントとかやっぱライブとかもそうですけど、うん、会えちゃう,うん、うん、結構。 手軽じゃないけど,どう昔よりそこの腰は軽いっていうこと、ね、うなんですよ。ビジネス的にも傾向がそうなってるってことね。な,ねなんか確かにテラモく君の話はロマンチューンにあふれてましたよてでも今思うとやっぱこう、地方からわざわざイベントで毎回お渡し会のためだけに来る人とかもやっぱいらっしゃって。うん、すごいよね。やっぱ熱意が違うよね。 やっぱもう熱量はどんどんやっぱ時代に変わらずやっぱ熱量はどんどん膨れ上がってるんじゃないかなって海外からのファンの方もやっぱいらっしゃいますしいや今改めて聞いてこの世界ってやっぱすごい夢を与えてる職業なんやなっていうのを。でもこれさそのあのこういう時代になってこういうプラットフォームの整い方をしてきてでファンの方の熱意って変わらないけどそれを。 演者側が実際受け止めに行く場所も出てくるじゃないですか。でそういう場所に行った時にパワーになるのか、うん、それともあまりに行くと疲弊してしまうのかみたいな話もちょっと長くに聞きたいな。ああかねぶっちゃけ言うと、うん、それは人それぞれ。うん、あ<ー>、うん、あそうなのね。うん役者 子もいて、実は気軽に会える存在になりたくないって子がやっぱいるんですよ。私の友達じゃないけど、まあ知り合いから聞いた話もそうなんですけど、ちょっとその役者のプライドが強い子っていうのももちろんいて。でもそれも一つのやり方。ただ。私はものすごい。脆い。脆いハートが脆い。もう。 オーディション受かんなかったらもう3日ぐらい落ち込む <laughs> <laughs> で仕事で受て入くが3回ぐらいになったらもうそれもやっぱ落ち込むってなった時に何よりも嬉しいのがファンの方からのやっぱこうお手紙であったりとかやっぱそうお渡し会した時にくれるメッセージがあってもうぶっちゃけ私はもうずるいですけど。 皆さんに助けてほしい。これ向いてますよね。私は助けてほしい。向いてますね。向いてますよね。この仕事。あの実はコンセプトカフェがあってあの働いてるんですよ。白箱カフェって言って赤谷に声優新人声優が働くカフェっていう。あなたも新人じゃない？まだ行ってんの？まだ行ってんの？まあ行ってないんですけど。でもあのたまにちょっと行ったりもするんですよ。なんかそういう時に。 まあ今はいけてないんですけどやっぱそこのいま、うん、だにそこからファンでずっといてくれる方もいてやっぱあの頃のなんだろうな新人の売れてない長くから今ちょっとこうアニメにポッて出た時に、はい、すごいやっぱ喜んでくれてあ<ー>下積みの時から知ってくれてる,るだからこそこう今与えられてる状況アニメ出るのもそうだし、うん、ナレーションの仕事もそうだし与えられてる状況が当たり前じゃないんだなっていうのをそこで うん、気づかされるというか本当にマネージャーさんからもよく言われるんですよ「うん、お前は絶対天狗になるなよ」ってそれは本当にそうだなっていうのが日々生きてきて痛感しますねみんなと一緒にいるからこその長くなんだねそうですね 1> 私一人じゃないもうあ<ー>芸名じゃないけど <laughs> 本名だけど <laughs> でももう私一人の長くじゃないんだなっていうのは思うかもこれどうですかこういう話って名さんいやーなんか。 素敵ですね、素敵ですね、えー、素敵ですね、ほんまですね、でもね、<laughs> 普段こういう話しないからちょっと今、難しいですね。いいこれは多分ファンの人たちもすごい聞けて嬉しいと思うよ。と思いますよ。あうん、そうですかね。で、僕らのこのラジオって多分ね、その普段やってるお仕事とは外れたところになるかもしれないけど、うん、その 本人の素朴な部分とかがすごい浮き彫りになると思うんですよ。大空とかもそうだった。そうだね。うん。うあんなあんなこと言うんですねとか、あんなふうに喋ってる空ちゃん初めて見たとかっていう話もね、結構そうだね。聞いたし。なかなか聞けないもんね。うん、ああいうこと。うんや。やっぱ先輩がいるからこそちょっとなんだろう。うん そのまま話せるじゃないけどやっぱ一人で話すと自分で構成とかね会話の流れとかやっぱ作らなきゃいけなかったりするんですけど今もう普通にこうなんだろう会話してるだけそうそうそれでいいんで身をこう預けちゃってるからすって出てきちゃうんですよねいや僕らの人はコンプライアンスモンスターがついて全部カットされるからね変なこと言うとねいやもう全然そんなないっすよ 下ネタもどんどん声ですよ下ネタはちょっと下ネタ呼び込まれたけどちょっとあのコンプレイス違反ですねそうかモンスターが来たか NG 出されるので本当にありがとうございますいい話ですよファンとのコミュニケーションがあるっていうのがやっぱり僕らにとって羨ましいねそうねなかなかあのファンに支えられてっていうことを実感 僕らの場合はしづらくてさあの僕らの場合は自分の声をスポンサーとしてくださってる企業がいるっていう感じうわーかっこいい <laughs> だからもう絶対に恥かかせてはいけないっていう使命感のもとやるっていうコマーシャルとか、うん、あの報道番組とかっていうのはその局だったり制作会社だったり企業とかが、うん、あのブランドイメージを確保するために作るものなんですよブランド そういうこの持ってるその器具を持ってる力みたいなものを広告として表現したいもしくはあの題材にした時にこれはうちがやってるんですよっていうものに力が欲しいって言った時にその先方に立ってるんですよ僕らは。うん、あなたの声がうちの商品の顔ですよっていうことがままあるんですよね。 あーすごいもう重圧がもうそうですブンってきましたそういうプレッシャーですありがたいことにこうラジオとかだとかソニーソンポさんを八年やらせてもらってるんですけどはい僕がまさか自動車事故を起こせないよねあ <laughs> ー <laughs> そうですねそうなんですまあ僕よく運転するんですけどはいうん、おやまあよく聞きますね <laughs> ありがとうございます <laughs> うんあ、コウさんや <laughs> 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 でそうあの 走る分だけの自動車保険みたいなことただやっぱりあれもともとそうなんですね。そのことなら言ってるやつは僕です。あれそうやったんやはい。あ時報とかやってるのも僕です。うわあ私もう普通に吸って吸ってなってました。そうなんです。だ誰の声とも意識せず。うん。あそうやったんですね。僕らにとってはですね寺本さんこうなんかファンの声というよりあの。 ファンにこう支えてもらってその人らの,あの一挙手一投足を見て気持ちを熱くするというよりも、うん、自分が土地にでもしたら、うん、自分が背負ってるスポンサー全部に恥をかかせるとかあ代表する声であるっていうところは、うん、そこが逆にメンタルの支えになるのかもしれないなと僕なんか思うんですけど、はあ、特に報道とかはそうだよね、えー、もう本当にそうそうとるスポンサーがついてるから。うんやっぱ 人数も毎回多いんですかえっとね<う>やっぱり関わってくださるスタッフの数たるやもう数百人台になるのでうー、んうん、すごい <laughs> ファンに支えてもらってしゃべる演技をするのが声優だとしたらナレタはスポンサーをしょってしゃべるい <laughs> 怖い <laughs> その意識でねそうですよねえでもそれって ずっと続けてきてちょっと今日体調悪いなって日も休めないじゃないですかレギュラーだとそういう時はどう,いやも,うもう点滴とかまあもちろん,もちろん無理やりだよ注射打ってでも喉のコンディションを無理やり整えて、はあ、あとはなんか喉飴持って <laughs> これ舐めたら あの、とりあえず今日のマイク前だけは大丈夫と思ってメ飲むよ。で面白いことに生だからっていうのは僕の場合余計そうなのかもしれないけど意外とマイク前行ったらすっごいさっきまで声が引っかかってたのになぜか本番だけ喋れるみたいな。そう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 あるある。本当にアドレナリンができ ななんんかかやっってててくれの感じすごい。アンカーっていう言い方をするんですよ、ナレーターのこと。をなんでかっていうと、その後ろに人がいないんですよ。そういう意味なんですよ。自分らが閉じたらそれをフォローする人はいないから、最後の取り出なんですよ。すごいや。サッカーでいうキーパーみたいな。守護神的な守護神的なシンガリってやつですね。ここ見すると。 もう失点しか待ってないっていう,もうそんな緊張感で毎回やられてるんですね僕はまあ毎日生やから <laughs> <laughs> 毎日生、はあ、これねメンタルの構造もあると思う人,人にとって<ー>そうやな俺はむしろ生の方が好きやから集中できると思うん、ななの生の方がいいだって一回で終わりやん <laughs> とじろうが滑ろうがミスろうがうまく読めようが、うん、もうもうねはい君はこうね」でもう終わるじゃないですか。<ー>今の俺あこうなんだまあ足りてる足りてないいろいろあるけどでもまあそこでどんだけ自分をそのまんま出して、うん、あのベストパフォーマンスにどんだけ近づけるかみたいなところが。うん 舞台とかと近いのかな,みたいなああそうだね、うん、なるほどでもなんか結構私もラジオ CM のお仕事とかやらせていただいてうん、うん、本当に今晩何秒とかじゃないですかあ、うん、あのまきっちりしたに収めるとか、うん、アニメとかって結構ちょっとこぼれてもあちょっと前にするんで大丈夫ですっていう感じなんですよずらしてね <laughs> ずらしてって、ね、でも ラジオ CM とかそのナレーションのこう、枠決まってる中のこの時間の尺の中にきっちり埋めるっていう体でやっぱ覚えたりするんですか覚えるか覚える尺長はもうそうね、うん、体に刻まれてるえもその文字見ただけで大体いい何秒で埋まるなとか文字数で残り3秒って言われたらこのペースねみたいな、うん、えー、できるできるそれは。<laughs> えっ !?5 行あって10秒で読めって言われたらどう配分しようかなとかねえどこでこう立てたりとか切ったりとかっていうのはも,うもう自然とうわすごいそれは本当にすごい、えー、10秒5秒ね5秒で4行入るかボケって言いながら、うんうん、でも入れろって言われるあそこはもう台本変わったりはしないんだ、ね、あの絶対言わなきゃいけない文言が並んでる時は絶対言わなきゃいけないので<ー>言うためにはどう盗んでどう入れようかなと 盗むって何を盗むんですか？えっと尺を尺を盗む間を盗むんですね。いや本当にまああのもうどうしても入らなかったらミキサさんが何とかしてくれるんです <laughs> 生だとさらにねあの音楽を事前に聞いてなかったりするから、えこの音楽で組んのかいきなりだんってなったら同時に喋れないじゃないですか。ね、あ確かに。その分後ろにこぼれちゃって、でも次オンで安倍総理が喋るとかだと。 絶対そこにもかせらられないひょっとしたらこれ音楽次第では入らないかもしれないんでその場合ちょっとこことここはしょってもいいですかみたいな。で読みながらあーきついないと思ってまあじゃあここはしょってたっぷり送ろうかみたいな。あるのすごいスポーツだとそこまできついことはないけど。 あ、入らないっすってなった時に<ー>オンはもう絶対その時間にぴったりに来るようにできてるからあ<ー>そこまでに読み終わるようにでもスポーツだと外国人の選手とか言うときにカタカナで書いてあるとちょっときつくないですかです、ね、ちょっとどころじゃねえな来ましたよ <laughs> あら、はい、これアルンデスリーガーどうですかあの、バイエルに所属しているハメス・ロドリゲス選手ってのがいてね <laughs> ハメス・ロドリゲス初めて勘弾なんですよこの間ええー、ハメス・ロドリゲスってな、ね <laughs> あってなっててでねはいいやー初め言い直しました破滅破滅ドリゲ選手はでもそこですぐ持ち直して埋めるってことですよねもちろんもちろん言えないなんてありえないですいやすごいえじゃあ漢字のこうバーって長い漢字が並んでるよりもカタカナの方がちょっとやっぱ辛いよい。辛いあの変なところで開業してたりしたらね最悪確かに開業問題はほんまにそうだ オバマさんがね、まだ政権持ってたときに、オバマさんが当選した直後やったから、あの VTR がね、オバマ政権とオバマ大統領、オバマのアクセント違うんだよね、複合ワードになると。でも、オバマまでその行で、開業されて政権とか、最悪されて大統領っあ。 それをずっと流れるように読まななきゃいいけ生生生ででねしか割と早めにもらってたらねそれを書き直して下につけてこれはこうついてできるんだけど直前でそこまでやってる暇がないともうそのままやるしかないじゃないですかその時にだからそうへえ下手したらオバマ政権になるそう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 オバマ大統領みたいな怒られるやつやですよねその処理は。 オバマって言っちゃうオバマってオバマ大統領と思ってオバマって呼んでんのにもう政権の文字が入るじゃないですかオバマ政権みたいな。なるよな。なるなる。で自分の中でも俺何言うてんねんみたいな。気持ちあるねこの後悔の念を背負いながら読みつつみたいなね。序盤にあった最悪やな。最悪。 ね、あと半ページぐらい。引きずって。<laughs> そうやな。その気持ちのままず。っと,となぜかわからないけど、衆議院を。なんか脳がパッとミスして。参議院って呼んだり。うえありますね。それで、初期の頃、俺、本当にそれやっちゃって。はい<れ>。焦りすぎて、次の参議院衆議院って呼んで持って、ね。うん。テレコになった。<laughs> <laughs> 君、頭大丈夫ぐらいの空気になって。る <laughs> <laughs> ほんますます。 速こブース出て。いや。平謝りですよ。いや、しょうがないよ、もう。え、そういう時は何か訂正が入るんですか?。訂正が入ることもある。あの、うん。まあ、大丈夫やろなっていう時もあるけど、すごい。ね、重要な委員会の話とかだと。あ、こっちは、あの、この委員会は衆議院ですね、すみません。あの、言い間違いですって、いう訂正は入ります。なるほど。アナウンサーさんがね。アナウンサーさんが入れてくださる。アナウンサーが。はあ、でも、結構そういうのはありませんよく。 テロップミスとかであったりするテロップミスありますよね朝の番組結構多い気が最近多い多いですよね増えてるうんどこを見ててもただねあれはやったとめちゃめちゃ怒られるからかわいそうですよじゃあもう優しい目で皆さん視聴者の方を見ないともうそうね笑いたくなるよねそうねそうですもう身内になるとそうですよねう内になるとあのスポンサーのなんかこのあの この番組はっていうことを言う代わりにこのロゴとかがふっと出てくる番組もあるんですよ。うん、そこにテロップがかぶさってたりしたらもう損害賠償請求が来たりする。そえー、そんなにそうやば <laughs> ええー、もうスーツ着て謝りに行く人があとテロップの後ろの背景がね、うん、あの衆議院の会議とかで、うん、飲んでるお茶が別のスポンサーのお茶でラベル入ってたとかね。あえ ダメです。ダメですね。絶対ダメですね。じゃあ映さないようにしない。ぼかし入れたりとか。ああ、ぼかし。そのカットは差し替えたりとか。もう大体だからラベル剥がしてるね。あ、そうね。いや、その方がいいですよね。怖い。この辺が厳しいよね。いや、すごい。大人の事情っていうのいろいろありますよね。うん。目から鱗の情報ばっかり。なんかいやちょっとね。 だぶ世界が違うなと話しながら思いましたねああそうねいいなキラキラしててなんかいやほんとキラキラしてるよ <laughs> キラキラしてるよね。うん、<前>そんなことないですよ、うん、でファンの人が会いに来て頑張ってくださいって言われて <laughs> エネルギーになるってなるんでしょ、うん、ほんまに、ねえー、でもね逆に申し訳ないなってなる時もあるんですよえどういうことどういうことやっぱ ね、あの仕事とかも波があるじゃないですかああ今季何も出てないとかなるとあごめんねってなっちゃうあ<ー> <laughs> ファンの人たちに「ごめんね出れなくて」って「でも私もオーディション頑張るから」みたいな感じになっちゃう、うん、ちょっとやっぱファンの人たちも応援してくださるっていうのがダイレクトに伝わってくるから、うん、その分「ごめんね」ってなるときが<ー>お仕事とかも発表できないやつとかあると「もうちょっと待ってて」とか。 なんかそういうのがあって結構それでメンタルも左右される。なるほどな。やっぱ人人気商売の一番辛いところというか辛いかもしれなみんなそれ抱えてるのかな。私だけなのかなって思ったんです。いやみんな抱えてるのかなさすがに。じゃあ他のお便りいきますかね。はいまだまだ来てます。ラジオネーム 1> これ、量が星三つさんでいいのかな。はい、大丈夫です。お、お、よく書いてくれてる。はい、えー。素晴らしい。寺本さん、松本さん、ゲストの長久さん、こんにちは。こんにちは。ちはええー、僕は先日、生まれて初めて一人旅で。広島に行ってきました。ほうほう 1> ええー、一日目は広島県因島出身アーティストの凱旋ライブを見て。う二、ん、日目に観光という流れだったのですが。うんうん、原爆ドームや宮島に。 で戦争の歴史を学んだり広島のご当地料理を食べたりと初めての一人旅で不安もありましたが楽しむことができました、うん、皆さんは旅行して良かったなと思った場所や旅行してみたいなと思う場所はありますかなるほど旅行したいね旅行したいね,たいねもう第一声がこれだもん行、ね、<laughs> けてないんですよ我々ねえだって無理でしょ笑,<笑> 日帰りぐらいいじゃないですうーんまあ直近でなんかどっか行ったとかでもいいですよそれかまあ昔行ったところでめっちゃ良かったとか覚えてるとかありますうーんまああとしてみたいなと思う場所ありますかって書いてくれてるんで海が見たいですね。<laughs> <laughs> 海みたいです東京湾じゃダメ<か>東京湾は,はねー、思いのほか思いのほかやからね。<laughs> 確かに。<laughs> 行くとがっかりするからな。まあ、日本海、太平洋、どっちですか僕はもう南国に行きたいです、ね。南国ですか、ねうん、おお、沖縄とか。もういっそのとモルジブに行きたいっす、ね。<え>モルジブですか。モルジブ、はい、どこの国インド洋に浮かぶ。 インドネシアとかのあいや違いますえインドネシアはアジアですけどアアジなんですかモルジブはちょっとまた違うえゃ結構遠いんですか結構遠いですよトランジットトランジットですよ日本語英語通じないですよえうえあそこって何語何語スペイン語やったとええースペイン語かフランス語かそこで一人で行くんですかいやもう家族もいるんでねでも家族みんなで行ってでも誰も喋れないですよ誰も喋れないですよ なんていううかもうちょっとこんだけ仕事ばっか張り付いてると、うん、それはもう海外行きたいですよね。それはある、まあ。海外は行きたいですけどねえやっぱ年末年始はお休みとかなんですかのまあありますよね。年末年始はあ。うん、あじゃあそこでもう行くしかない。うんうん、そう もうそん時はすでに疲れ果てて年末年始みんな移動するからねそうですよねやっぱね料費も高いですからヤードも高いしまあ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 でもこう言ってでもしょうがないじゃ長くどっか行きたい場所私は国あでもね日本の私温泉娘っていうコンテンツやっててアイドル系のでもそれの 温泉っていう温泉娘やってるんですよ、キャラクターを。で、そこが徳島県の秘境、三大秘境、しかも日本の三大秘境ってって。三大秘境あのね、ケーブルカーを下って、もう山奥に森の中をふわーっていく先にある温泉。日本一のぬる湯って言われてる。ぬる湯。ぬる湯。ケーブルカー、ぬる湯。結構もう なんだろ険しい道の先にある秘境っていうやっぱ自分が担当したキャラクターっていうのもあってやっぱ一回行きたいなっていうのもあるんですけどなるほど秘境なんでちょっとねそうですねしかもぬるよってことはですよこの季節ちょっと肌寒い季節にはちょっときついっていう険しいやでもどんだけぬるいのか入ってみたいね。 うん、やっぱ温泉ってよくないですか。温泉いいですよ。温泉いいですよね。っていうことは疲れてるんですよ。やっぱ。疲れてるかな。刺激より癒しが欲しい。とです確かに。でもなんか、ね、安らぎますもんね。温泉。温泉。草津とか良かったですけどね。あ、草津温泉。草津行ってみたい。あ、行ったことない。ないです。ないです。俺もない。あ、本当。あの、なんっけ。うん。安倍ちゃんが出てたやつ。 何？安倍ちゃん。安倍ちゃん？安倍安さんが出てたやつ。テルマイロマイ。テルマイロマイ。ああ、俺はトリックが出てきた。全然違う。全然違う。全然違う。あれでも草津ね、あのロケ地で使われてましたから。そうなんですか。あ、そうなんだ。で何が面白かったってあん時、ちょうど草津でテレビつけたらテルマイロマイやってた。すごい。そんな感染ある？もう爆笑やった。 ああ、なるほど。<ー>金曜ロードショーが何か。あ、そう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 。いいなあ。古代ローマから草津に。古代ローマ。<laughs> <laughs> バナナ食べて。<laughs> <laughs> なんだこれは。<笑><笑>いいですよね。あとやっぱご当地の美味しいもん食べたくないですか?うん。やっぱ、さっき仙台に言ったら、パンとか。食べ物、あれやね、軸で行くわ、うん、俺も。分かる。<ー>北海道の解散。 ね、海鮮海鮮食べたい。ぶっちゃけ温泉そこまで違うわけなくね温泉あればいいみたいな。あればいいみたいな感じですけど、食べ物は。そうですね。何でもある東京が逆に味気なく感じてきますよね。函館のウニ、イクラ丼やっぱ美味しかったですね。うわ確かにイカイカってどうなんですか甘いんですか甘い。甘いんや。なんかちょっと硬いイメージがあるんですけど、結構、カミキリやわらかい。 北海道いいですね。北海道いいですね。初めてバターラーメン食べました北海道で。バターラーメン。バターラーメン。味噌バターラーメン。味噌ラーメンが甘いんですよすごく。辛くないんですよ。白味噌ラーメンが甘いんでたよ。うわっ。うまいなあとエビラーメンも有名ですよね。エビラーメン有名ですねちょっと今唾液が。でも沖縄も沖縄でね、意外と牛とかもおいしいって聞きますけどね。 沖縄豚のイメージがあったんですけど、私も宮古島行った時に、ラフテーって豚ラフテーって豚牛なるほど。と宮古島に行った時に牛の育ててるみたいで、そこのやっぱ牛も美味しいっていうので、牛も美味しい。牛も美味しい。沖縄ね。え、宮古島のブランド牛があるってことあると思います、多分。あと、海ぶどうも好きで、私結構。海ぶどう美味しい。プチプチしてて。 あれって何なんですか海鮮じゃないですか海藻じゃない海藻なんや海藻っていうか海植物でしょだからあれあ、海の海藻がプチプチしてんのプチプチしてんのほんと食べたことないんですかなんか俺は沖縄料理屋に入った時に海ぶどう、がこれはちょっとイカがしいと思ってえーだって食べたあかんやつ食べたあかんやつこれはまたなんかえらいもんが出てくる ぶっさって行って海や野にブドウとかいいやってブドウとか言いやって確かにね海にブドウね何かを隠そうとしてみ買ってくればよかったな今日ちょっと食べて欲しかったな沖縄行ってきたいやえっと三年ぐらい前あ三年ぐらい前だいぶ前やだいぶ前ですもうだいぶ前やけ行きたいあそこの青森ね宮古のやつですよ多分宮古島すけうちのお茶の先生が宮古島出身なんですよはいはい青森を飲む時のつまみは何ですか 泡盛モの時はでもねそれこそあっちの食べ物って濃いじゃないですか濃いねラフテーとかもそうだけどだから濃いめの方がなるほど何かいいかなって感じチャンプル系ですかあチャンプルもいいですねゴーヤチャンプル大好きですええ魚もちょっと濃いめに煮つけたやつとかはいはいアワモリのなんか練乳みたいなやつ宮古島で飲んだ気がします 練乳が入ってる練乳入ってるやつめっちゃ甘くて飲みやすくて多分女子に人気なのかなええそれカクテルとかじゃなくていやカクテルなんかのんか割り練乳割り練乳割り割りあっいや練乳割れよ大丈夫か結構癖もあるからそれで結構飲みやすくて逆になんだろうごくごく飲んじゃってすごいことになっちゃういいですねこれ志望の話ですよ 聞いたんですけどね。そうよねああ、ブルーピーさが増した、なんか、あの、ニューの味がみたいな。長くに合うよね。青森をレニュありました。飲みたい。シュやけど、可愛いいでみたいな。どういうことことゴーやけど、何でそう、挟んでいくのね。可愛いでっていう。甘さもね、甘さのいいですね。 コンデンス系声優コンデンス系声優やっぱ旅の話から最終的にお酒の話になるんですねそうですね旅ね旅ですよいいですよ行きたいとこあとそう食べ物は金沢が良かったですね行きたいへぇ金沢はあとあの和文化もすごいはいいっぱい昔ながらの茶屋街があったりあの和菓子の老舗とかもすごいいっぱいあるんではい。 魚だけじゃなくてね。うん。でも、本当に、築地ほどでかくないけど、やっぱ市場があって。なんかちょっと調べたことがあって、忍者屋敷みたいなありますよねある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 。ありますよねあるあるある。めっちゃ気になってて、でその近くに長くでらってあるんですよ。長久寺多分あった気がする。なるほど。そう、地図で見たときに、はって思って、ちょっと行きたいなとは思ってたんですよ。 行ってぜひえじゃあ寺と松でちょっとみんなでロケ行きましょう。いいですね。金沢に金沢ロケ。いい呼ぶで。え、ぜひぜひもう行きますよ。行きますよ。社会科で100点取ろう。社会科で地理で100点取ったら。そそそううだれできなかったらお返路あそっちの企かお返路か。 しんどいぞおへので四国回ってまね森林抜けてそうるいに入るいいっすねもう10人ぐらい取りつかれてるっていういいかもやりたいなんかちょっと青春っぽいことやりたいですみんなでレンタカー借りてわって海沿いを走りながらドライブするみたいなあ奥田民生さんいいじゃなですかちょ流してうんやってみたい やってみたいっていう話です。やってみたい話ですやった話はちょっとあんまね、仕事してる分ね、そうですね、スケジュールがなかなかね、そう難しいね、ごめんなさいね。なんか動画でもやりたかったんですけどね、ええ、確かにロシアンルーレットやりたいって、ロシアンルーレット言うてましたよ、ツイッターで。なんかせっかくね、こう動画とかであんまやったことないやつやりたいなって思って。 ロシアンルーレット。<あ> YouTuber さん、YouTuber の方でもあれ、ね、なるし、大食い企画。激辛とか大食いは多いね。ねうそう。長くに何を食べてもらったら大食いに見えるか。焼き鳥。<laughs> <laughs> 焼き鳥何本食べるか。<laughs> <laughs> すごい量いるよね。<laughs> 確かに <laughs>。それは本当に大食いやなと思ってもらうために。そうですね。 10本ぐらいじゃダメですもんね。10本が全然大食いじゃないね。100本ぐらいな。確かに。積んでんの見てら串で何かを作るとかね、アートみたいな感じで。ああ。食べた串で。食べたやつで。かアーティスティックなものを作るみたいな。なんかこう、誰かが食ってる横で長くが、その串を使って組み立てると面白い。いいかも。その人は誰かっていうの明かされない。そそそううう あや、寺本さん、誰に。誰にさせようと。今考えた。いや、食べてたら面白いかな。後輩ちゃんたちを呼びましょう。かわいそうやな、ちょっとそれは。大食いではちょっと呼びづらいですけども。まあまあ、ちょっと。なんか、できれば。そうですね、計画。ちょっと。どうなるかは、あの。ラジオパートの後。え見守ってください。なるほど。お、お、楽しみに。あるかもしれません。はい。うん。 なかったら、あ、ボツになったんだなと思ってもらってたんでしょわかりましたわかんないですよ大空さんと長くさん相撲を取ってるかもしれないもう一滴割りの負けるわけないそうね、絶対負けないね長くねポテンシャルが違うから体の。大空さん聞いてますか体のポテンシャルがちゃうからいいですね大空さんのコメント取りましょうよ。ね今度は言うてましたよっていう負けるわけないぞと負けるわけないですよ 楽しみにしますこれはいまだ来てますかお便り結構来てますねねすごいありがたいですねそんなに来てるんだあ、あとこっちにあったんでちょっと待ってますかねはいはいあれですよそうそうこれえっとラジオネームハマハマさんからはいありがとうございますてらもすさん、松本さん、楽器さんこんにちはこんにちは私の中では今世界バレーがとても熱いのですがああ。バレーねあおにのホームページの長久さんのプロフィールによると 特技の欄にバレーボールと書かれているじゃありませんかそうですよぜひ学級のバレートークが聞いてみたいです <laughs> これね盛り上がりますよ、うん、あなたも寺本さんももう僕もバレーボーラでしたからバレーボーラえっと中学高校中高,<学>中高社会人ですね中高社会結構長いですねそうですねで今もチーム所属はしてますから、ね、お いいなあ、私もいつかママさんバレーに入りたい。だいぶさっきの話をしてきたママさんバレーやってみたい。ママさんバレーってことは子供産まないと。確かに。今もう妹がね、子供いるんですよ。もうそれが可愛くて。ああ、一番可愛いねゆゆっっっちちゃゃんんて言うんですよゆね。ああ、それはたまんないですね。たまんないです、もう本当に。 話れたんですけど私、小中とやってて、6年かな年ぐらい結構やってますよ、それキャリア的に。やってて、でポジションも全部やりました。ポジションリベロ以外、身長があったからリベロ以外は全部やりました。小の時点でリベロあったの小はなかったですね。中から。中から小学校はポジション固定じゃないですか。私の時代は少なくともそうだった。あ、漏てなかった。ローてなかったはずです。だから、すごいよくて。 でも、そう、小学校からやって、小学校の時は実は父がもまあバレーボール経験があったんでコーチ、コーチしてくれててお父さんが。え、それはどういうチームだったの？小学校の時の地元の地元のチームですね。普通に、うん、小学校バレー小学校バレーね、やってました。あれか、なえライオンカップとかやっけ小学校ってあどうだろう。 でもそんなに強くなかったんですけどでも結構お父さんが厳しくて娘関係ねえみたいな感じでだから普段は優しくて面白いお父さんやけどもうバレーボールの練習始まったらもう鬼になるみたいな結構でもついてってたのそれにいやでも結構思春期だったんでちょっとハッとなってました素直に受け止められなかった部分もありますけど今思うとすごい。 いや楽しかったなっていう記憶があります。いやなんかまっすぐな人柄を作る何か一つの原因要因にですね。いい経験ですよね。でもやっぱ私はスポーツしてる人は全部かっこいいなって思います。今一生懸命株を上げようとしてる。自分で言うの早い早い早い。そうやろうなと思った。でもねぶっちゃけ私もスポーツしてたからやっぱスポーツしてる人の方が輝いて見えるというか爽やか。 そんなこと思ってたいやもどおいただチームスポーツはやっといてよかったなってそれはそうかもそうそう、ね、団体ねうん、うん、団体競技はいいよ、うん、もしね今ね受験生の方がいたら高校からね高校からねそうねやったことないなら <laughs> <ー>スポーツはあるやけどさ高校の時に演劇部とかありました なかった気がするねんか最近演劇部から来ましたみたいな人結構いるじゃん確かにでてきたんかあるとこにあるんですよだから全国大会が出ましたみたいな人がいたり朗読選手権みたいなのが出ましたあマジでそんななかった田舎にはない田舎にはないよねんか全国競合放送部みたいなところの出身の人がいたりとかねそれって それに入りたいからその部活に入りたいからその高校に行ったっていう人もいるんですね絶対いると思うよだって絶対少ないじゃないですかそっちの方が多いんじゃない放送部って何してんのかなこういうことやってんのでもえあれじゃないこういうこともそうだし映像とかもやってんじゃないうちのスタッフが今そうだよって言ってますけどこういうのやってたりするんですねじゃあへえそうなんだ なんか羨ましいですね。それはそれで。うん。楽しそう。ね。僕らの時、そんなツールも揃ってなかったですからね。うん、あ、そうね。あ、確かになかった気がするもんなな。うん、記憶にない。申し訳ないけど。なんか、あの、生徒会の、うん、なんか人たちが。放送する部屋はありました。ああ。生徒会でしたせ。あ、本当ですか。うん、一番楽な副会長。 副会長。いっちゃん楽で、これもう今、学生の人、おすすめですよ。内申点を欲しいなら、うん、あの生徒会の副会長になるべき <laughs>、うん。副会長ってどうやってなんの選挙選挙は生徒会長じゃないのいや、でもね、うちのところはあった気が。あれじゃないそうそう役員から選ぶんじゃないの、うん、そういうわけじゃない。<え>役員もう副会長ポジションで争うわけ。え、違うよあの生徒会長がこいつって指名するんやろ それはドラマの世界だけだけと思じゃあもう副会長になりたいってって一番楽やからでも内申点は稼げるからって言ってやりましただって生徒会長一番大変じゃないですか挨拶考えなあかんしで初期はねあの議事録とか書かなあかんし会計は計算もせなあかんしああ、ね、副会長は何にも、うん、え <laughs> 何もしてんの副会長ってえっ、ー、と話し合いには参加するけど、うん だって文章もほぼ考えなくて、ね。話し合いに参加して、<laughs> エラそうな顔して、ぶっこいてるだけなの。いや、そんなん。ですって言って。<laughs> <laughs> ほら。ほらほら。ほら <laughs> すごい。記憶なくて、何を特権っ,って感じです、ね。長くさんはね、ポジショニングセンスってやつがありますよ。<laughs> これ芸能が生きる必須テクニックそ、ね、内進展を稼ぐ <laughs> そうかもしれない、うん。どこで何をすれば。内心点を人気という言葉に置き換えるとね、ねこれ長くさんやれちゃうわけですよ。ただやっぱ、ね、事務所に馴染むのは時間かかりましたけどね。全然仕事なくて、あ、これそろそろやばいなってなって、ボイスサンプルでマネージャーさんとかに聞いてもらったりとかして、ちょこちょこやっぱ仕事もらえるようにやっとなったから。ボイスサンプルをでも作ってた方がいいよね。 できることであったりとかやりたいこととかもね、コミュニケーションそこで取れるし。なんか行くだけではね、そうね。そう、それに気づくのが遅かった。うん。行くだけでも行かないだけでもダメだよね。そうね。要はお前誰やねんっていう話そうそう終わるからね。僕こうなんです。で、それがどう見えようが伝えることは大事。ね。ただまあこうね。 実際現場出てやれることと営業としてのセンスはまたちょっと別のベクトルの話なのでそれが同じものとして扱うと後で痛い目を見るんだよね確かにただ現場出てから一番大事なのは実は営業力なんで <laughs> そ,う、ね、そういう意味ではちゃんとあ貫通されてんねんなって思う、うん、ただまあ表現はもっと大事にしようみんなって話ですねそうですねうん,うん僕らの商品ですから、うん、<laughs> そうそうそう <laughs> 確かに営業できたらお前いけるところまでいけるぞっていうのはあながち間違えては実はないんだけど結局は腕ですからね <laughs> 私たちの声の表現力がやっぱ次につながるっていうその場でパッとそこはねやっぱ厳しいんですよ最近の流れ的に、うん、ね一、うん、個仕事でミスったらもう二度とその現場ないっていう可能性もありますからね、うん でもそうなんじゃない現実はやっぱりシビアよね。ねその辺は。その辺あの何ていうかその現場的なノリのまま多分事務所の空気ってそれに馴染むよ作ってた嫌いがあるんですよ昔の事務所の空気が。これぐらいやっぱ圧があってシビアな見方をされるよっていうのはすごい分かるんですけどその厳しさのベクトルみたいなのが。 ちょっっととずつ変わててきてんのかなと今の現場はライトだけど、うん、そのやった表現に関してめっちゃ厳しいじゃないですか、うん、厳しいですね,ね、うん、あもういいやこの人ってなったら二度と本当に使わないからあ喋れないのねで終わるもんねそうそううん、うん、あもういいっすってそのその厳しさと昭和的な厳しさって実は全然ベクトルが違うと思う俺はありサンプうん サンプルとか自己表現の道具なんで持ってった方が作った方が分かりやすいしねそうそうこれができるよっていう、うんうん、まあイヤンでもねマネージャーさんから仕事を振ってもらうことが一番多いから、うん、そのマネージャーさんとのコミュニケーションの一つとして考えるのもよしだと思います、うん、やっぱ「うんうん、おはようございます今日は晴れですねあったかいですね」とかっていう会話よりも あの自分の声聞いてくださいの方が多分その新人も話しやすいと思うんですよ、うんうん、営業ってよりもこうコミュニケーションを取るための手段、うん、一つの手段としてやるのもいいかなと私ね動画の方だともう本当にコミュニケーションの方が大事って考えの人もいると思うしそうですね <laughs> ナレーションサンプルですねまあ,あ<ー>もうそれ以外ないす <laughs> 聞いたわかるやろみたいな自作できないのマジで言ってるぐらいの勢いですよもう最近え、音声とかもつけるあその bgm とかもありでやっぱ作るんですか基本的にはそうだよないってことはありえないですよ cm ナレーション全部ええ私つけたことないですナレーション自分で作ってもそっかちょっと勉強になりますね上がってるやつを聞かしてもらうとこう仕事されてる先輩とかの聞くと もう完成品がっっててる感じ確かにこの辺難しいよねやっぱ新人のうちはああそうねそれと同じクオリティにはちょっと作れないなって時期をどう過ごすかみたいなそうですねそれもでも作っていかないと培えないものですそうねだから背伸びせずやれることやって渡すしかないよねうん最初はねうんまず工程を覚えてくるといろんなことができるようになって楽しくなってくるああそうね確かに いや、甘くないぞ。新人。今聞いてる新人。新人ね。どうですか、寺本さん。どうですか。あんまりこう、現場で会うことがないじゃないですか。お。はい、はい。え、全く会わない。全く会わないよ。全く会わない。一番最後に会ったの、どれぐらいですか。一番最後に。新人。新人。後輩。新人とか後輩。の、まあ、ジュニアですね。ジュニアの。いや、事務所行った時に会うぐらい。 じゃ、本当に。合わない。まずもって。ほら。ほらほらほら。うん、なるほど。他の。ボイスオーバーとかで、うん。ちょっと。ありますよね。あるかな。そうですね。合うとしたら、だってボイスオーバー。ですよね。うん、うん。そっか。そう、ボイスオーバーが。僕は寺本さんほどないな。 俺もないよ、うん、<laughs> ほとんどなんかこう <laughs> ナレーションで単発で一人で行くとか二人で誰かがいてもう入れ違いになってその時にはもうその人はいない,い現場がほとんどなんで、うん、あまあそこをもう任せないといけない二人ですからねそのナレーションをカチッと読める人たちっていう枠に入ってるからもう,、うん、もうでこの年だとね、うん、しょうがないよね,ねもうやりたいですかボイスオーバーやってみたいよ まあなんか、うん、ねえ、演劇場とかやるようやりたい <laughs>。やりたいのはねわりかしうちら何でもやりたい、ね、なんかさっきのね <laughs> その事務所の話も盛りからす羨ましいくらいだもん。<laughs> 俺らは現場に行ってそこで結果出す出さないがすべてだからその人間関係よりもやっぱり結果の方が大事になってくるねうん、うん、それがあってこそでしょ人間関係はみたいなあ、まあうん、数字の上でしょっていうそうなりますよねもう芸歴重ねていくごとにそうなりますよねそうそう,うプロなんでやっぱ数字がねっていう、うんうん、で若い人がやる仕事は若い人がした方がいいしねそうそうクオリティ高いからその方が。えー 長くの話とかでも一緒にやりたいです私は先輩方と一緒にお芝居もやりたいしお芝居やってくれる先輩もきっとねうちにはいっぱいいるんだろう俺らみたいなやつはなかなかねちょっと毛色違いすぎる人前に姿を表さなかったんだけど声聞いたことあるけど見たことねえなって人いっぱいいるんだろうなあそっかやっぱじゃあ一回 寺と松ラジオイベントをやるべきじゃないですか。うんうん、イベントやりたいよね。ねそうやりたいね。やらなきゃいけないと思う。うん。公開録音。公開録音。うん、いいですね。 そうそれこそ長久さんが許せば、うん、ゲストで来ていただくとかね、うん、ああ、そうですね<笑><笑>じゃあ私大空と一緒に同期ですごいうそうこれはうそ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 やりういやりたい ちょっっとと君ら喋らんいいてて言われる <laughs> それるそはないでしょういや多分気使ってら喋へんと思うさすが先輩具体的にでも公開録音パートと、うん、本当にイベントだけのバージョンにしてイベントにはもう本当にここでしか言えないというか、ねうん、放送内では載せられないけどここを言っちゃうよみたいな裏話とかも、うん、やっぱ皆さん聞きたいじゃないですかもうギリギリのギリギリというかすごいのがいっぱいあるな <laughs> そういうネタやっぱい, <laughs> いくらでもあるよな 世に出せない話なんかたんまりありますから。本当にそういうのがやっぱ美味しい弁当になりそうだなっていうのはああ、そうね。生ラジオドラマとかね。わあ。すごいそれは。危ないぞ。危ないぞ。生ラジオドラマ録音禁止でやれば録音禁止ね。ああ、そうですね。 いや面白そうですね可能性がすごいやっぱ y o u t u b e って広いしテラとマツラジオ自体も広いから何でもありです何でもできちゃうジャンル問わないんですすごいいいでねところで卵潰せたんですかいやもう余裕ですよマジで潰せてないじゃないですかこのノはまあ動画の続きちゃんとどこかで上げますんでですね気になるじゃないですかちょっと自分で YouTube 見てください 自分で自分でユーチューブ見てくださいと。なるほど。聞くでしょ自分のは、ちゃんと。そうですね。そうだって、あれ取った時も。松本さんがいない方が面白い、それが youtube だっていう。流れになりましたからね。すごいね。ひい話ですよ。はん、言うてあった。はあれ、俺言うてへんよね。あ、ほんま。素材であったんやって、びっくりしました。もうね、素材ためてあるんですよ。 ええー、というわけで、長々とお付き合いありがとうございました。ありがとうございました。ええ、お相手は寺本と松本と。長くでした。ありがとうございました。